ちょっと口の感覚麻痺してきた。いや、来てるな。あ、定期的にかき混ぜないと、そこが辛いのかもしれない。ああ、攪拌しないと。という液が出てくるな。なんか体から液という液が出てきます。唾液も出るし、汗も出るし、鼻水も結構出てくるわ。でも案外残りがね、残りかぐらいで天丼を食べるとなんかちょうどうまい不思議はありますね。天つゆとの相性はいいですね。意外だった。100倍ぐらいに辛さ薄めて、天丼かけたらうまいかも。やっぱ辛い、めちゃくちゃ。よし、これで麺食ったかな。そこに残ってる麺を引っ張り出してくるとめちゃくちゃ辛い。やっぱ辛い、そこにと、とこって。たぶん粉の成分がそこに通ってくんでしょうね。もう残ってないから。これ、とりあえず、麺は、普通でね。うわ、完食しました。はぁ、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 こんな感じでね、麺は、もう、残ってないね。大丈夫。ちょっと痛。ちょっと痛い。これ、残ってる感じのやつがね、やばいのよ。そこの辛いの引き取るけど。ネギ、もはや、唐辛子、輪切りにしてあるやつと変わんねえもん。成分吸い込みすぎちゃって、もう唐辛子の輪切り。このネギ。緑の色してるけど、ハラペーニョかなんかみたい。本当にネギかこれ。
とりあえず麺は完食。オーケー。やべえ。最後のやつ、最後のとどめやべえよ、これ。牛乳で1リットル全部飲んじゃいそうだな。牛乳1リットルで足りんわ。飲み切っちゃいました。結論、カラカラを辛い。で、辛い。確かに、なんて言ったらいいのかな。序盤は、ちょっと、魚の風味、カツオの風味とかもあるんで、お、楽しめるのかなって思ったら、最初の一撃目、ドーンと食らって、いや、でもまだ立ってられるぞと思ったら、また、風味が来て、あ、いけるかなと思って、3口目ぐらいから、ちょっと慣れてきたかなと思ったら、そこにとこり出した、あのコーナーがそこにとこるっていうか、映えで見えてる時よりもそこにとこってる時のがやばい。だからそこに作った時にくっついてき、目に絡んできてるやつが、思いっきし、お、ちょっと、かわせるようになってきたかなと思って、ふって気抜いたところに思いっきしストレート食らう、パンって食らう感じですね。これは、とりあえず、多分、煮辛が辛くてた、ココイチの煮辛が辛くて食べれないって人は、やめといた方がいいっていうレベルかな。基準点としてはそこかな。3から、うちが、だから3から、ほんとだから多分、うちギリギリかな。だけどね、なんかね、不思議な感じでね、多分2023年出たら食うわ。美味しかったって言えるかどうかっていうと、ちょっと、真偽だけど、辛かった。美味しかったですって締めようかなと思ったら無理ね。辛かったですって締めないといけないけど、なんだ。なんかね、ちょっと不安ってきて、なんか、なんだろう、ちょっとサウナでいうところの整うに近いような、感じもするのかもしれない。ちょっと、ふわふわするな。とりあえずちょっと天丼とか食べて、落ち着いて、おこうと思います。動物園はこれで締めようと思います。結論を言った通り、な感じですと。ごめん、スープ飲みきるのは無理だ。これごめん、無理。多分今日でも、仕事までにね、ギリギリ体調間に合わせれるんじゃないかなっていうぐらいだな。やべえ。ちょっとフラフラしてきたから。ちょっと地獄経過も観察してみる。一応とりあえず一回動画閉めますね。あ、ちょっと手が溜まってるわ。ご視聴ありがとうございました。このままとりあえず回してみて、なんか、あったら、動画は続いてると思います。とりあえず食べながら。やば。